吉田です。今回は携帯をヤフオクで売るには初期化が必須、出品手順を徹底解説します。ヤフオクではスマホ、携帯を探している人が多くいますが、個人情報が詰まったスマホを出品するには初期化が必要です。またアプリの中には初期化だけでなく他の作業が必要になるものもあります。スマホを出品する際のルールなど最新情報をまとめましたので、最後までお付き合いください。スマホを初期化する手順。個人情報を守るためスマホの初期化は必須です。出品前に必ず初期化しましょう。お財布携帯は初期化だけでは消えない。初期化すればスマホのデータは削除されますが、お財布携帯だけは個別に削除する必要があります。まず7個のお財布携帯の削除方法です。アプリを起動します。機種変更か退会するときは会員サポートをタップして指示通りに手続きすれば完了です。楽天eBayの場合は右上の歯車アイコンをタップ、楽天eBayの削除をタップして完了です。 iPhone の初期化の手順。 iPhone の初期化方法です。設定画面で一般を選択します。一番下のリセットをタップ、すべての設定をリセットをタップして Apple ID とパスワードを入れます。この作業の前にバックアップを取りましょう。これで完了です。 Android を初期化する手順。 Android の場合は設定画面のバックアップとリセットを選択します。データの初期化をタップ、内部ストレージ内データの削除にチェックを入れて、最下部の携帯電話をリセットをタップして完了です。SD カードの抜き忘れに注意しましょう。携帯やスマホをヤフオクに出品するには、スマホのヤフオク出品の流れを説明します。写真をアップする。商品写真は最大10枚投稿できます。表面だけでなく各面アップで撮影してアップします。傷や汚れも写し、商品説明文で補足しましょう。商品説明に記載する項目。スマホ出品の場合はスペックなど細かく伝える必要があります。機種名、メーカー、キャリア、容量、色、OS のバージョン、製造番号、付属品、動作や状態を記載しましょう。入札者評価制限を使い悪用防止。スマホを悪用されることがないよう、評価が低い人からの入札を防ぐ入札者評価制限機能を利用しましょう。改定後の電話端末出品ルールについて解説。最近ヤフオクではスマホ、携帯の出品ルールが変わりました。なぜ改定されたか。利用制限のかかったままのスマホ出品が相次ぎ、2017年3月15日に出品ルールが変わったということです。出品者側のルール。まず出品者のルールです。ソフトバンク、ドコモはネットワーク利用者制限が丸となっている端末のみ出品可能です。なお au は変更ありません。一方ヤフオクストアはネットワーク利用者制限が三角でも落札額の保証があれば出品可能です。買い手側のルール。買い手側は必ず端末のネットワーク利用者制限が丸になっているか確認が必要です。利用者制限や製造番号がわからない端末への入札には注意が呼びかけられています。ルール改定によってどのような影響があるか。このようにヤフオクで取引をする前にネットワーク利用者制限を双方で確認する必要があります。ドコモのネットワーク利用者制限について。ドコモの場合、購入者は三角になっていて、購入後1から3ヶ月経過したら丸になります。ただしカップでの購入や携帯保証サービスに加入している場合は三角のままです。ドコモのスマホ利用者制限を即日で丸にする方法。ドコモは機種変更すれば即日で丸にすることが可能です。ソフトバンクのネットワーク利用者制限について。
ソフトバンクも購入時は三角になっています。また2ヶ月経っても三角のままですが、安心保証パックを解約するか、機種変更もしくは解約することで丸に変えることができます。ドコモ端末を機種変更なしで丸にする方法。ドコモ端末の利用者制限を丸にすれば、失礼しました。丸にするにはどうすればよいか解説します。ネットワーク利用者制限の今の状態を調べる。以下のサイトで端末の IMEI 番号、製造番号からネットワーク利用者制限がどうなっているかを確認できます。こちら動画の概要欄に URL 貼っておきます。ネットワーク利用者制限を丸に変える手続きをする。ネットワーク利用者制限を丸に変える場合、ドコモの窓口担当に電話するだけで手続きが完了します。NTT ドコモネットワークの利用制限担当の電話番号があります。IME、電話番号、名前、生年月日を正しく伝えれば、1時間ほどで利用者制限が丸に変わります。本人名義の端末のみ変更可能。ネットワーク利用者制限は本人確認ができないと変更できません。まとめです。個人情報を守るため、スマホを出品する際は注意が必要です。ヤフオクのルールもよく確認して出品しましょう。ということで、チャンネル登録お願いします。